世界の建築ミニ図集機構。ローマ。ローマのディオクレティアヌス邸の浴場。サーマエオブディオクレシアンローマ。この浴場、268から306年頃は、カラカラの浴場よりさらに大規模に建てられ、大部分が残っている。全体の配置はカラカラの浴場と同じであるが、中心建物の設計は幾分整理され、中央広間を小規模にしてその4つの面の中央にアクス、五人、を付け加えた形式に変えられている。中央広間は現在ではサンタマリア・デリアンジェリ教会堂になっている。この教会への最初の改築はミケランジェロの計画に従い、バンビテルリが修正を加えて行われた。ローマ帝国でも最大かつ最も豪華な浴場で、ゴート族が537年に水道供給を断つまで使われ続けていた。南西に面していたためカルダリウムを太陽エネルギーで温め、フリギダリウムにはその熱が影響しない構造になっていた。浴場の建物は以下のような教会などに流用されたため、それなりの部分がそのまま保存されている。サンタマリア・デッリアンジェリエ・デ・マルティーリ聖堂は、共和国広場に面した湾曲した入り口がカルダリウム部分、テビダリウムとナタティオの一部は翼廊に、フリギダリウムは新廊に転換されている。テビダリウム部分のボールトは古代ローマのものをそのまま使っている。サンベルナルド・アッレ・テルメ教会は、エクセドラを差し挟んで2つあった円柱型の塔のうちの1つを再利用している。浴場入り口とメインホール部分がローマ国立博物館の一部になっている。八角形のホールはプラネタリウムとして1980年まで使われていた。現在はローマ国立博物館の一部である。